おはようございます。こんにちは。2022年10月15日、佐藤慎一ライブでございます。昨夜ですね、岸田政権と会合にご参加ね、いただきました皆さん、本当にありがとうございました。今後ですね、介護保険、負担がね、2倍で使えないと、ということで、まあ、原則ね、自己負担2割か、それはケアプラン作成有料か、要介護1と2の保険外しなどの負担増に反対すると、いう署名をね、ネット署名、これをリアルでも広げていくで、工夫をね、まあ、全国でね、やっていこうということで、やっていきますんでね、ぜひ当面これにご協力いただければね、よろしくお願いいたします。それでね、なんていうかな、この毎週の金曜日のね、ズームミーティングもね、この介護保険解約をやめさせるとともにね、社会化というね、本来の介護のあるべき姿にしていくっていうことをね、課題の中心でね、おしゃべり会をね、させていただくかと思います。やっぱその、ね、介護保険解約、これはね、緊急にやめさせないとね、ほんと詰んでしまう。そういうご家族でいます。しかしですね、介護保険そのものがね、やっぱりこれまでどんどんね、骨抜きにされてきて、やっぱりその、本来のね、社会化というところから外れていくと。で、金儲け、中心主義、まあそういうところもね、出てきてるということでね、やっぱそれをしっかりね、やって、直していくと。だから社会化という本来のね、あるべき姿にしていくということをね、だから当面もね、解約を阻止しつつ、社会化というね、本来のあり方をね、していく。そしてね、なぜ介護の社会化ということがね、必要なのかということもね、しっかりね、本当、まあ有権者の皆さんもそうですし、当然ね、例えばね、身近なね、県議会議員とか市議会議員とかね、市長さん、知事さんをね、説得してね、国に対してね、この無謀なね、介護保険解約をやめさせるという声を上げさせると、上げていただくということもね、しっかり並行してね、やっていければな、というふうに思います。それではね、皆さん、本日、月のはね、ありがとうございます。そして今後ともよろしくお願い申し上げます。